多摩川 SG 開催の初日、今日はここまでスタートライン近辺弱めの追い風もしくはほとんど止んでといった中、3レースまでが終わっています。水面上です。続いては予選の第4レースが始まっています。ここは1番が新海渡る、2番平本雅之、3番山田浩二、4番松井茂、5番菊池康平、6番石渡哲平による競争です。待機行動は枠なりで進む中です。左右地には1号艇新海です。前走2では優勝戦6コースからとビッグチャンスバッチリものにして今年初 V を決めていました。そしてすぐ後ろには2号艇平本雅之です。こちらもホーム移ってまいりました。3号艇山田浩二、多摩川はおよそ4年ぶりの参戦です。引っ張っていきまして、3選手からはオールスターこれで30年連続出場という4号艇松井茂です。そしてこの奥通っていく5号艇近況の勢い1番といった名人菊池です。あとは大外に6号艇石渡哲平とスタンバイ完了していきました。さあ今度はこの6名4レース予選競争です。並びは内から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートが切られていきました。外で5番の菊池康平がいいスタート。まずは一瞬1マークです。陰線1番新海旋回、2番の平本差し込んでる、3番の山田外行けど1番新海がいい速攻を押し切っていきました。スタートは前提正常でした。人気にバチッと応えそうです。1号艇新海渡る、これを追っていきまして3番の山田浩二、あとは2番の平本が小差しに構えて、さて2番手のポジション3番の山田が握り込んでかわして2番の平本を内側からは4番松井がついていきましてホーム側です。3番手争いとなる間に前2人は1番新海3番山田と出切りました。さあ4番の松井茂が浮上なるかで2番の平本がここ第1ターンマークをアウトサイドから差し金でバックへ抜けていきます。しかし4番の松井茂が上昇、体勢は1番3番4番です。しかし2番の平本雅之もまだまだ粘りを見せておりまして、その差は一定瞬半差となっています。2周2マークの旋回へと移っていきまして、4号艇松井がターンを決めては2番の平本が差し込んでホームへ取り返してまいります。3番手のポジションは4号艇の松井茂が粘って最終周回へと移っていきました。さて2号艇の平本雅之、脳中戦魅力のこの平本ではありますが、劣勢状況に立たされているこの第1ターンマーク、4番松井をさらに誘うという旋回を見せておりますけれども、だいぶ差がつき始めてきました。体勢1番の新海、そして3番の山田、4番の松井です。後方は2番平本、5番の菊池、最後方6番の石渡です。ラストコーナー先頭から1号艇3号艇4号艇と折り返してまいりました。第4レース予選競争まもなくゴールを迎えます。まずは先頭押し切って1番新海トップでゴール、3番山田ゴール、4番松井ゴールです。後方2番5番6番がゴールです。以上第4レース予選競争でした。